ドーム A ドーム A の1ドーム A は、東南極の南極高原中央部最高地点となる表彰のなだらかな延長級である。位置は、南位80度22分統計77度21分、南位80.367度統計77.350度、マイナス80.36777.350で、海岸から約 1200km 内陸部にあり。 標高は4093メートルである。この付近は地球上の最も低温な場所と考えられ、2010年8月10日には付近の表現において摂氏93.2度の温度をランドサットが観測した。これは地表面温度であり、気温ではないため、世界最低気温の記録が更新されるかは不明である。ドーム A は 東南極のほぼ中央部であり、ランベルト氷河と南極点のほぼ中間に位置する。ドーム A は、イーストアンタークティックアイスキャプチャーと呼ばれる、分厚い氷床の延長級の頂上部であり、決して一般に定義される意味としての山ではない。しかしながら、イーストアンタークティックアイスキャプチャーはそれ自体、東南極地域の一部であるとみなされ、 それゆえドーム A は東南極の最高地点とみなされる。東南極の高原には他にドーム B、ドーム C、およびドーム、富士基地の立つドーム F と呼ばれる、なだらかな表彰の延長級がある。ドームワーガスという名称は、ギリシャ神話のイアーソーンの船を建造したアルゴスに、ちなんでスコット局地研究所が命名した。ドーム A の少なくともメートルの厚さを持つ。 表彰の下はガンブルゼフ山脈である。ドーム A の詳細な地形は1967年から1979年の間に音響促進機スプリー NSF タドにより調査された。2005年1月に中華人民共和国の中国南極調査隊は中山基地から 1228km 横断してドーム A に到着し GPS による測定により 表彰の最高地点が、南易80度22、東計77度21であることを突き止めた。ここは主要なアイスデバイドで、標高差数メートルばかりの長い尾根の末端の近くであった。ドーム A には、自動気象観測所が設置され、このドーム A と海岸のほぼ中央にあたる南易76度25分。 統計77度01分、波7 6 4 1 7度統計77.017度、マイナス7 6 4 1 7 7 7 0 1 7標高2830メートルの位置に補助基地として、イーグル基地が設置された。これらの自動気象観測所は、3番目の基地である自動気象観測所とともに、中華人民共和国と、 オーストラリア連邦との相互協力により運営された。ドームウェイで観測された最低気温は2005年7月の低、摂氏82.5度であった。しかしドームウェイより標高が約600メートル低いボストーク基地の記録摂氏89.2度に及ぶものではなかった。2005年から2006年における地上1メートルの都市平均気温は摂氏53.0度であり、 これもボストーク基地の低、摂氏55.3度、および、プラトー基地の低、摂氏56.4度より高い。一方、表面下10メートルの表彰中の都市平均温度は、2005年は、摂氏58.3度、2006年は摂氏58.2度であった。2008年1月、中国極地研究所は、ドームウェイに、プラトーと呼ばれる、ロボット制御の観測所を設置した。 同じ月に、リモートセンシング研究所である中国科学院は、ドメア WSN と呼ばれる無線ネットワークによる観測システムを設置した。2009年1月27日、ドームへに、中華人民共和国で3番目の南極観測基地で、ある、コンロン基地が設置された。ありがとうございます。